ロウロブランディッシュ。ドラシール、この町でもアクエリアスの鍵は見つからなかった。鍵はルーシーよりも先に見つけ出す。その思いは変わらない。でもね、こんなもの見つけて次の町に行けるわけないでしょう。モフモフコースターなかなかのモフモフだったわ。しかしドラゴンの上に遊園地なんておかしなところね。爆発？喧嘩かしら。ま、okay. 興味ないし、さっさと次の町に行く。ねえ、あれもう食べた？新しくなったアルドロンパフェ。もちろんよ。なんというか、このようなものとは思えなかったわ。Bah là ils ont mis c'est pas du budget dans l'animation. Mais il y a plus de détails sur les personnages. Je sais pas si je peux vous avez compris dans l'explication. C'est bien subtil. Ok.Dans l'opening, on peut. Voilà. Ça, on l'a déjà vu. C'est une vraie cape. On se coupe. Nouvelle OST. Ok. C'est la remix. OST. Attends, c'est Scorpio, ok. Non. Ok, on va le voir.砂と水の二属性の炎。アクアクトーン！やったぜ！ご注意ご注意！でもこれ。どう？魔力の消費が激しすぎる。あ、スペット。倒しても倒してもキリがないよ。え、ワイズミットブジェスよ。Les couleurs, pas les mêmes. Il y a plus de détails. Ixo, Jubia. Ok. Ardoron no chikara nori. Kono kyotai no oi naru chikara ni yotte. Subete o fumi tsubusu. Tengotai ga. Quelque chose d'intéressant.潰れねえ女もいるんだぜ。ジュビアの体は水でできてるの。ウォーターネブラ。木に水など効くと思うかね。木は水を吸収するんだ。これは我の良い水分となろう。ウォーターパワー吸収。てめえ。ジュビアを返せ。ウォーターオール。あれ、たまってるってね。
Punaise, un peu de... Le rythme va trop vite. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Choisis pas la bonne méthode là. の体を借りるぞ。どうぞ、お好きなように。ジュビアクリーズ。まさか、ジュビアの水を凍らせて。借りるって言ったろ。どうぞ、どんなプレイでもオールオッケーね。ジュビアゲイザー。ジュビア、氷になってる。よし、クリエ様。Un schéma fait ensuite après la paix des champions. Allez voir ma dernière vidéo. Oh, mais ça, c'est dans le jeu, ça. すまない、ジュビア。体大丈夫か？さすがグレー様です。まさかジュビアが氷になるなんて思いもしませんでした。あ、でもちょっと公平が痛いかも。人工呼吸とかしてもらえますか？大丈夫そうだな。ジュビアはグレー様の何でしたっけ？ねえ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 。いい加減にしろ。仲間がピンチなんだ。はい、僕。けど無事でよかった。仲間のとこ行くぞ。はい。愛の力ってやつだな。いいな、愛の力。こっちみんな。それ。ここか聞いてなかったな。あ、そう。ドラゴンの上に町があるの。あばボンディッシュ。アルドロンパフェってのを食べに来たらこんなことになるなんて不合格だわ。ドラッグショー。プリガント選ぶの？それはもう解体されたんだよ。なんであんたがここに？理由はさっき言った。こんなに力を持ってる相手にコマンド T は効かないし。誰か
かでかくしてあげるから、こいつ倒してよ。なむちゃくちゃな。男たるもの大きくあるべし。大きくするって言っても山より大きいのよ。私の異名を覚えてる？国崩しのブランディッシュ。せやパトよりやるじゃないか。こいつかなり強い。さて遊びは終わり。魔力が上がった。魔力が上がった。Les combats qui durent 2 minutes, ça va, ça va 2 minutes. Des cercles magiques. En fait, ce que j'aime pas en fait, à force, c'est justement l'humour qu'ils y mettent. Ok, Jubia, voilà, ouais, mais bon, maintenant on aurait pu avoir un moment où ça s'énerve. Mais bon, c'est pas dans le manga.速度を低下させる魔法か。まずい。敵の攻撃に反応できん。ならば、ミーティア。こちらは速度を上げる魔法で。これをして。ミーティアのイメージ。実際に魔法は発動していない。どうなっているんだ。魔法の使い方を忘れているんだ。その方法で。そう。君の思考の歯車は狂っていく。頭が回らない。どうすれば。目の前に敵がいるのに。敵。エルザ、なぜエルザがここに。幻覚なのか、敵の魔法なのか。ダメだ、考えられない。エルザ。C'est bizarre là. Il est en train de s'imaginer que c'est Erza qui va l'attaquer. それが君の歯車の外れた先に見たものか。そして歯車は動かなくなった。したら、本当のエルザがピシャリ。ここは。浮きエルザシルジー。気がついて帰るぞ。ラクサス。何があったか知らねえが、俺もお前もひでえ怪我でぶっ倒れてた。お前の仕業だ。だが、それはいいとして。正気に戻ったのか。正気？俺は誰かに操られていたのか。いや、いいんだ。よせ、動ける体じゃねえ。しかし、ジェラールの魔力を感じる。行かなくては。お前の彼氏はそんなにヤワじゃねえだろ。これ。し、いや、そういうあれではない。私も、その、違うんだ。そういうあれでは決して。Oh, c'est pas cool. Oh, Jay, il est en train de se faire malmener. Je crois que c'est la première fois que je vois Jay se faire malmener comme ça. Enfin, depuis son combat. Dis pas une connerie, s'il te plaît. Ah, ça va. いつまでそんなことを言っているの？ウチア！あなたの体も思考も魔法によって止まっている。時が動いている。Incroyable de revoir ウチア。つまり、ここは時の歪んだ世界。前にもあったのよ。時が止まっている世界にのみ、私は存在するの。あみー！しかし。彼女のために生きる。それがあなたの新しい道のはず。あ、ロエステパコンタランクエ。大丈夫。あなたならこの魔法を打ち破れる。
Oh, j'ai des frissons. この魔法の根幹にあるのは罪悪感。そこを刺激することで思考か。En vrai, c'est incroyable. Là, par contre, c'est incroyable. De revoir Uchiha, c'est incroyable. カイロを鈍らせている。だが、あいにくそいつとは決別したんだ。分離した。ジークレイン。ジークレイン。俺の罪を背負った。パチクレイン。私の魔法を別の人格に押し付けたというのか。お前はもう俺の魔法の中にいる。七つの星に裁かれる。セテコイル。Le juge。Oh la vache。Encore une fois du one shot. En fait, c'est pas Fairy Tail, c'est où ? C'est one shot Fairy Tail. On se demande vraiment si Mashima qui a supervisé l'histoire avec quelques fois. Ah, on revient sur Aldron et Natsu. Gears, mademoiselle. Ah ? Quand on a eu quelques années, on a我が体の上に町を築かせ、そこに暮らす人間の精気を吸収する。何世代もそれを繰り返し、わしは蘇った。お前が暴れたら、その養分がなくなっちまうだろう。もう必要ない。あ、結構低周波だな。持って他の御神竜を食う。Je suis assez fort pour dévorer tous les autres dragons. イグニアの兄弟。J'ai commencé par toi, le frère d'Ignia. 確かに父ちゃんは同じかもしれないけど、俺の兄弟は。ゼレフだけだ。あ、セボー。スキンディア。Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est quoi du coup le titre prochain ? Attends, est-ce que je peux le voir là ? Prochain. Y'a pas ? Ah si. Ah, bon, ça a juste bugué à mon avis. La force de vivre.Ouais, bon, ça va s'actualiser, je pense. Ok. Bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé cette EP. En vrai, c'était plutôt sympa. Juste avant, j'avais vu le remake de One Piece, l'arc des hommes poissons. Franchement, vous allez être déçus. Allez, à la prochaine!